東京貯金事務センターらが入居する、日本郵政グループ、埼玉ビルと埼玉新都心郵便局徳島、貯金事務センターゆうちょ銀行仙台貯金事務センターと、ゆうちょ銀行仙台支店が入居する、仙台貯金事務センター本館貯金事務センターとは、株式会社ゆうちょ銀行の貯金、振り替え、為替の管理を行っている組織である。略称は、JC、旧称は、地方貯金教 本校では貯金事務計算センターについても述べる。ゆうちょ銀行の貯金は他の銀行のように各本支店で貯金の口座管理をしておらず各地域ごとに設けられた貯金事務センターで管理されている。このため他校の口座番号は銀行支店普通預金1234567となっているが ゆうちょ銀行の口座番号に相当するものは5桁の記号と最大8桁の番号という独自のものを用いている。2003年1月と翌年1月、貯金事務センターの再編が行われ、現在、貯金事務センター11カ所と貯金事務管理部1カ所が設置されている。郵政事業庁組織規則では、貯金事務センターの業務として次の通り定めている。 日本全国の郵便局、郵貯銀行本支店で取り扱われた証拠書は原則全国12カ所の貯金事務センター、貯金事務管理部に郵送される。通常、証拠書類は一括してその郵便局を管轄する貯金事務センターに送られる。貯金事務センター、貯金事務管理部ではこれら郵送された書類の整理、保存をはじめ、 各種届出で書類に不備がないことの審査、キャッシュカードの発行、給与預け入れや、自動払い込みのデータ入力、相続手続きなどを行っている。株式会社ゆうちょ銀行の組織であるが、ゆうちょ銀行本支店ではないため、貯金事務センターには、貯金窓口が存在しない。貯金事務センターはもともと郵政省本省直轄の地方支分部局で、地方直近局という名称であったが、 1984年6月30日に、郵政省設置法が改正され、翌7月1日より、同じ地方支分部局である、地方郵政局の事務の一部を文章する組織として、貯金事務センターと解消された。なお、日本郵政公社となった、際の組織改革によって、本社郵便貯金事業本部直轄の組織となり、現在は、郵貯銀行の組織の一部となっている。 1960年代までは、現在のようなオンライン化が行われておらず、手作業によって管理を行っていたため全国28カ所に設置されていたが、第4次オンラインシステムへの移行、展開に合わせて2003年1月6日に、東日本地域、2004年1月5日に、西日本地域で再編が実施され、11カ所となった。なお、沖縄県については、 貯金事務センターを設置せず、沖縄郵政管理事務所に設置した貯金事務管理室が貯金事務センターの事務を文章した。その後組織の名称は、総務省沖縄総合通信事務所、日本郵政公社沖縄事務所、日本郵政公社沖縄支社と変遷するが、貯金事務管理室は継続して設置され、2007年10月の民営化により、 県内唯一の直営転滑統括店である、那覇支店貯金事務管理部へと引き継がれた後、2010年4月1日のエリア本部の設置に伴い、沖縄エリア本部貯金事務管理部となっている。戦術通り、現在、11カ所の貯金事務センターと1カ所の貯金事務管理部の計12カ所によって貯金が管理されている。将来的には、東日本は東京に 西日本は大阪に集約される見通しとの話があったが、ゆうちょ銀行の直営店店舗の中で、支店は各貯金事務センター、貯金事務管理部管内に一つずつしかなく、他の店舗は支店の出張所扱いであること、郵便局による窓口業務委託やゆうちょ銀行の貯金マルチ言語体系から総勘定元長が各貯金事務センター、貯金事務管理部ごとに、 管理されていると判断されるため、通帳の紛失、東南再発行時の集中発送など、特定業務の集約をしつつ、各貯金事務センターは、今後も存続する見通しである。なお、東京貯金事務センターはもともと、東京都台東区蔵前にあったが、すでに、埼玉県埼玉市に移転済みであり、大阪貯金事務センターも大阪市天王寺区に、本館が、 住野駅に分館があったのを本館の老朽化対策と本館、分館の統合を目的に2021年1月に兵庫県伊丹市へ新築移転した。貯金事務計算センターは貯金現防の記録などをオンラインでリアルタイムに処理する施設であり2010年現在東日本貯金事務計算センターと西日本貯金事務計算センターかの古代の2カ所が 設置されている。ゆうちょ銀行の口座番号は、記号、番号という独自のものを用いているが、このうちの記号の2.3桁目を見ることでその口座を管理している貯金事務センターがわかる。郵政省、総務省時代の通常郵便貯金通帳には、現母所管庁の記入欄があり、一般顧客でも自分の貯金がどこで管理されているのかについてわかるようになっていた。 郵便振替口座も同じく記号の2.3桁目で口座を所管する貯金事務センターがわかる。しかし、通常貯金と異なり2.3桁目の番号が各都道府県ごとに振られたものではなく各貯金事務センターそのものを表している。ありがとうございます。